新潟市の合併市町村亀田町は、新潟県中間原郡に属した町。2005年3月21日の新潟市への編入合併によって消滅し、現在は新潟市の政令指定都市以降により、江南区の一部となっている。以下の記述は合併直前当時の旧亀田町に関しての記述であり、現在では名称等が異なる場合がある。なお、 ここに記述されていない内容に関しては、港南区、亀田地区などの記事を参照。亀田町道路原表と本町通江戸時代から定期市3.9の市が開かれてきたが、交通量増加のため1950年代に裏町堀を暗渠化して移転した。亀田号と呼ばれる地域の中心地であり、栗の木川の河川集運を生かした在京町の性格を持つ。 亀田号に属する周辺の村が次々と新潟市に併合されたことにより北、西、南の三方から包み込まれるような形で新潟市と接している町内を新越本線や亀田バイパスが通るなど交通の便にも恵まれ新潟市とは地理的にも経済的にも非常に近い新潟市への通勤率は42.9%かつて 亀田号一帯は泥田に覆われ、地図にない湖と形容されるほどであったが、1948年の栗の木排水機場の完成などの土地改良事業によって、良質の乾電に一変した。その後は、宅地開発が進み、新潟市のベッドタウンとして人口増加が見られ、亀田バイパスのこインターチェンジと亀田駅を結ぶ亀田大通り沿いは2000年オープンのアピタ。 新潟亀田店をはじめとする大型商業施設やロードサイド店舗の集積が進んだ亀田町道路原表を1889年から1901年までの亀田町は合併した村名を継承する以下の大技で構成される亀田1889年まであった亀田町の区域現在の新潟市港南区亀田船戸山1889年まであった船 富山神殿の区域、現在の新潟市港南区線、富山、小木曽根1889年まであった小木、曽根神殿の区域、現在の新潟市港南区小木曽根、貝塚1889年まであった、貝塚神殿の区域、現在の新潟市港南区、元町、高速道路、編集国道、編集都道府県道、編集鉄道、編集バス、 編集注釈出展、ありがとうございます。